イオンモールでライブしたよね、多分その時のやつだ。そしてあと、あ、ちょうどこれが出てきた。坊ちゃん団子、これ矢野のか。坊ちゃん団子も有名。幼、毎回くれるんですよ坊ちゃん団子も。これの上のポニョみたいだね。坂の上の雲ミュージアム、一応メモして調べてみる。坂の上の上の雲ミュージアム、ぶっちゃんだん、記念館、13記念、ありがとう愛媛 FC。あとね、鯛めしの写真も出てきたんですよ。あの宇和島鯛めしじゃない方の鯛めし、なんか鯛めしは2種類あるらしくて、宇和島鯛めしと普通の鯛めしがあって、その違いについてもね、この前喋ってたんだよね、葵ちゃんが。霧の森大福ありますね。あ、戻った。
でも私この前絶対いいねした、いいねじゃない、お気に入りに登録した。うわ、かわいい。みきゃん柄のみかん。ああ、それぞれのところで生誕祭してるからかめっちゃケーキの写真が出てくるんだよね。なるほどね。パイ飯ね、普通のパイ飯。なんか焼いてる、焼いてるのがって言ってた気がする。焼いてるのが宇和島。うん、角屋。陶器。何焼き？これ。何部焼き？磯部焼きにしか見えん。お腹空いてるかも。食べ方とかもね、書いとんよ。タイムシの食べ方とか。ほら。こういうのがついてて。あ、飛び焼き、ありがとう。じゃこ天ね、じゃこ天はね、なんかね、食べ比べできるところがあったんですよ。それで食べた気がする。お土産売り場とかにも、あの愛媛の船出るとこあるじゃん、観光港みたいな。あそこ、蛇口からポンジュースが出るところ私まだ行ったことないよ。あ、なるほどね、空港だからか。なかなか愛媛で空港行くことないからだ。道後温泉の前写真もある。でも道後温泉まだ入ったことないんですよね。入ってみたい。ほら、あとは東京マントンの写真とかがあったらまたちょっと載せたいなとか見せますね。ちょっと今日は そう、あとその愛媛の港にあるカフェがめっちゃ良くて、そこもおすすめしたい。その船の乗り場のところ
うん、あそこもおすすめなんですよ。スーパージェット、スーパージェットの方、フェリーじゃなくてスーパージェットの方、なんか町の町と町から多分15分20分ぐらいのところよね。駅乗ったことある、乗ったことあるっていうか、うん、また紹介します。ちょっと愛媛もっと紹介できる。あのお土産とかもめっちゃ紹介したいもの何個もあって、うん、いいよマジで、おすすめがいっぱいある。今日はでもちょっと有名なところの写真とか結構見せたから、もうちょっとコアなところも教えたいなって思うんですけど、またおすすめするので、今日の愛媛県のおすすめは以上になります。坊ちゃん列車も乗ったことないの。朝その音で起きたこととかあるけど、うん、興味があるものいっぱいあるんだけどね。気になるところもまた皆さんあったら教えてくださいね。宇和島ブラッドオレンジ絶対美味しい。ブラッドオレンジ、まひちゃんが紹介してくれるところを巡るのがマイブームです。徳島の時も回ってくれたよね。だからそれが嬉しいからさ、そういっぱい紹介したいなって思うし、なんか近場でもこういうところがあるんだよっていうのが分かったら行きやすいよね。なんか一つ一つがちょっと遠くにあったらさ、遠く離れたところだったら、うん、あれだけど一つ一つ近場でも探してみますね私も。はい、今日はちょっとね短い配信っていうか10分から始めたのに、ちょっと10分過ぎから始めたんであれなんですけど、この後は23時からすだちでキュンがあるので、ぜひそちらも見てもらえたらなと、見てもらえたら聞いてもらえたらなと思います。今日は久しぶりにマヒの故郷へ帰るっていうコーナーがあるんですけど、そのコーナーを久しぶりにお届けします。前回はあのうーちゃん、私のばあちゃんであるうーちゃんがコーナーに出てくれて、まさかのね登場だったんですけど、今回はあるお方に、私のことをよく知るあるお方のところに今回も行ってきました。誰かなって予想しながら放送を楽しんでもらえたらなと思います。今回は多分ね徳島っぽいなっていう空気感が伝わるような回になってるので、ラジコで全国どこでも聞けるので、もし11時過ぎちゃっても聞けるから、ラジオはぜひ聞いてもらえたらなと思います。ツイッターの方でも宣伝してるので、ぜひよかったら参考にしてみてください。あ、それで今日のねお昼の13時に、劇場版の申し込みが終わったんですけど、そうたくさん申し込んでくださって本当にありがとうございます。中間発表がね22日でもう少しのところに差し掛かってきたんですけど、明日も朝からそうツイートしたいことがいっぱい溜まってるので、ツイートしていこうかな、いこうかなっていうかツイートしていくので、よかったら
反応してくれると嬉しいですね。動画もね本当にね大変だったの。そうめっちゃ慣れない動画編集をするとあんなにも時間がかかるんだっていうことが分かった。本当にでも、まあ、絶対になんかあと5分でもうこれ載せても意味ないかなって思ったんですよ。でもやっぱ、うん、絶対またあれは次の課題なので自分の中のまた動画編集にもチャレンジして皆さんにより気持ちが伝わればいいなと思います。せっかく作ったから劇場版の買い方だけじゃなくてその後にもちょっと自分が喋ってたりとかするのでよかったらそれも何度も見てもらえたらなと思います。はい、今日はねちょっと最後バタバタ喋っちゃったんですけど配信見てくれて本当にありがとうございます。それでは最後これ後でちょっとコメント読むね。ギフトもありがとうございます。道しるべさん、徳藤さんありがとうございます。カズさんありがとう。それではランキング見たいと思います。13位はあつしさん、12位はサジカルさん、11位は天野銀ちゃん、10位はルディエカワルダーナさん、9位はあつしアットマーク栃木さん、8位は森翔、7位はフラペチーノ、6位はジュンさん、5位はブン、4位は道しるべさん、3位はナミさん、2位は徳田丸さん、そして本日の第1位はドルルルドゥーンカズさん、おめでとうございます。始まりから見てくれてるのかな、今もわかんないんだけど、ありがとうございます。はい、今日は瀬戸内奈々県の一つある愛媛県についてお話しさせていただきました。いいところも、ね、たくさん紹介したんですけど、まだまだみんなが知らないようなところを発見して皆さんにお伝えできたらなと思うので、また愛媛県の紹介もしたいと思います。明日は香川県、明日は香川県紹介したいと思います。明日もよかったら配信見に来てください。それではこの後23時から ST48 のすだちでキュン、寝る前にぜひ聞いてください。それでは今日の配信終わりたいと思います。ありがとうございました。またね、お疲れ様ひな、バイバイ、たくさんありがとう、バイバイ。